ナイキのスニーカーの中でも絶大な人気を誇るエアマックス。90.95-97 などの人気モデルが多く存在し、デザイン性の高さからスポーツ用だけでなくタウンユースとしておしゃれな男女が着用しています。しかし、いざ購入しようとすると、どれが良いのかわからず迷ってしまいますよね。そこで今回は、ナイキのエアマックスの選び方とともに、おすすめ、人気商品をランキング形式でご紹介します。人気の白や黒はもちろん、最新モデルまで幅広くラインナップ。ぜひ、お気に入りの一足を見つけてくださいね。リストの最初の製品は、エアマックスエクシーナイキジャパン。エアマックス90をイメージし、クラシックなデザインをベースにしながら新たなテイストを、プラス。長めのデザインラインをあしらったシンメトリーのアッパーが特徴です。シューズの作りが小さめなので、サイズを選ぶときに注意してください。2番目の製品は、ナイキエアマックス90ナイキジャパン。ナイキ独自のクッショニングシステムを搭載し、90年代スタイルを維持しつつ快適な履き心地を実現しています。アッパーには、レザーと合皮を組み合わせ、軽さと耐久性をアップ。全体を赤で統一したインパクトのあるスタイルも魅力です。次の製品は、エアマックス AP ナイキジャパン。洗練されたスポーティーなデザインで過去と現在をつなぐ、快適な一足。クラシックな雰囲気を放ちながらも、すっきりしたアッパーと柔らかいミッドソールが、エッジの効いた現代的スタイルを演出します。快適なソックライナーを備えており、どんなコーディネートでも着用できます。リストの次の製品は、エアマックス270ナイキジャパン。ビッグエアの DNA を受け継いだデザインを採用しています。アウトソールからのビジブル化を実現したエアマックス180、革新的な270度のビジブルエアを搭載したエアマックス93にインスパイアされた一足。ナイキ最大のヒールエアバッグを搭載しているのもポイントです。次の製品はエアマックス95ナイキジャパン。エアマックス95は1995年に誕生したナイキの人気モデルです。カラーグラデーションにエアユニット、シュート、シューレースループのミントグリーンが効いた一足。前足部分にもエアユニットが搭載されており、快適な履き心地です。次の製品は、ナイキエアマックス2017ナイキジャパン。足裏全体にエアが搭載されており、クッション性や反発力があるので足元の衝撃を吸収してくれます。アッパーは継ぎ目のない構造で、サポート力と通気性を兼ね備えているのが魅力。通気性や履き心地を重視する人なら、候補に入れてみてはいかがでしょうか。リストの次の製品は、エアマックスアイボナイキジャパン。オリジナルのエアマックスにヒントを得たデザインがポイント。耐久性、通気性にこだわり、快適なフィット感を提供するアッパーを使用しています。ヒールに内蔵されたエアソールユニットが高い衝撃吸収性を発揮する軽量シューズです。リストの次の製品は、エアマックス VGR ナイキジャパン。エアマックス95に影響を受けたモデルで人体をイメージしたデザインが印象的なシューズです。かかとに高機能ランニング向けに作られたエアが搭載されており、足元の衝撃を和らげてくれます。アッパーは独自のメッシュ素材で通気性が良いのもポイントです。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。